ロフ,ロフツ同盟、ロフツ同盟、ロフツ同盟、ロシア語、フランス語、とは、第三共和制フランスと、ロシア帝国の間で成立した、軍事同盟。経済的対立を含む欧州情勢の混迷を、背景として、両国の交渉は1891年から、公然化した。公式の同盟は1894年1月4日に、締結され、そこで三国同盟を、 仮想的とする集団的自衛権が定められた。ドイツ帝国のビルヘルム2世は世界政策を掲げ、艦隊法の制定以降イギリスとの県間競争に突入した上、サバイト政策を基としてロシアとの関係も悪化させた。ロフツ同盟は三国協商の土台となり、日英同盟と結びつき対独法異盟を形成した。ロシアは、 クリミア戦争やシベリア鉄道等に多額の融資を必要としてきた。この需要に対して各国同様ドイツの銀行団も貸していた。ロシアドイツ間の取引は1822年の600万ポンド借款まで遡る。翌年にはベアリングス銀行とホープ商会の協力を得て4000万ルーブルを記載した。対極的には1848年革命で ウィーン体制が動揺し、ユグノーに、寛大なプロイセン王国が台頭した。ここでより大切な点は、経済的国情であり、プロイセンは、メリノウールの無敵とも言える、国際競争を武器とし、特に、ロシアに対する、経済的な影響力を獲得したのである。カトリックのハプスブルク帝国としては、ライバルの羊毛生産に貢献した、コッカリルを、 ベルギーの金融新事件とに落ち着け、また、ローマ教皇とも息を合わせて、啓蒙思想による産業合理化を進めた。しかし、広島戦争に敗れてしまった。ベルギーが、ラテン通貨同盟に参加していた。そこで、アウスグライヒの1867年9月、親、ハンガリーかつ、新京と迫害歴のあるザルツブルクで、フランツヨーゼフ一世が、ナポレオン三世と会見した。 ナポレオン三世は同年4月、オットー・フォンビスマルクにルクセンブルク買収計画をくじかれていた。ナポレオン三世はリソルジメントに対する影響力を用いて強行庁を守るという連携に出たが、不仏戦争に敗北して武力的な戦略が取れなくなった。しかし、ドイツがイタリアに持つ経済的な影響力は資金力が脆弱な県営銀行に限定されていた。 そして、アルザス・ロレーヌを奪われた、フランス大資本がベルギーを通して、ロシアへ投資を繰り出すようになった。フランスがベルギー投資を続けるには、ドイツに払った賠償金50億フランの代償をどこかで得る必要があった。それが、オスマン債務管理局を通した地中海開発事業である。オスマン帝国の財務を握っていたカモンドや、 借款を使って、スエズ利権を手にした、リズレーリ首相、いずれにも顔の利くロスチャイルド権をチャンネルとして、フランスとイギリスは、オスマン分割に精を出した。壮大なビジネスであったから、ドイツは、ロシア国債の引き受けを断ってでも、資金を振り向け、先客の英物に、剣をされながら、オーストリアに近いドイツ南部諸法の利益となる範囲で、アナトリアの鉄道事業等に食い込んでいった。 1888年11月12日の機密、第73号電報で募集額5億フラン中、フランス銀行団が3億2500万フランを引き受け、残りはロンドン・アムステルダム・ベルリン及びサンクト・ペテルブルクス港の神経とが引き受けると発電された。ロシアは翌年にも7億フランと12億フランの外債をパリ証券取引所で募集し、 引き受けてを見つけることができた。1890年、ドイツ帝国の最小であったビスマルクの辞任に伴い、従来のドイツ外交に変化がもたらされた。これまでのドイツ外交は、フランスの孤立化を重視する観点から対、ロシア外交を重視したが、ビスマルク体制参照、この年より申請を行う皇帝、ビルヘルム二世はこのことに固執しなかった。そして、 1887年より継続していた、独路再保障条約が更新されないことになった。1891年、金銀非下が元に戻れないような勢いで開き始め、大不況のクライマックスがドイツにそびえるユリウスの塔、賠償、金の一部を、保管を輝かせた。アレクサンドル三世は、オスマンサイム管理局の解説年に即位した。彼の知性と、その前後に、 ベルギー資本が動いた。先代のアレクサンドル二世は、サンクトペテルブルクで、ポーランド人に殺された。その時すでにプラハで、国カリル系のワルシャワ聖光、当時イスウォージアウスキー・チファブラッキーストリーが、正式に因果を受けていた。1888年ともなると、国カリル本社がクリボイログの鉄鋼山に進出、ワルシャワ聖公と合弁で、 南ロシア製鉄株式会社を設立した。コッカリルは1894年にアルマズライア炭鉱を、1895年にはニコライエ付造船所を設立した。これらの生産力は親会社に匹敵し、後輩等をもたらした。羨ましくなったソジェンもロシア資本と提携して1895年にロシアベルギー製鉄を設立した。この世紀末に、 ベルギーの産業資本が次々とロシアへ進出したが1900から1901年の強行で大きな損失を被った。これらの救済融資はサンクトペテルブルクへ進出していたフランスの大銀行が行ったのでやはりメインバンクの支配下となった。露出同盟はロキヨシ銀行を代表とする外資の呼び水となった。1891年より建設に着手する。 シベリア鉄道等、ロシア企業へ巨額の外資、特にベルギー資本が流入した。再建を除いた国別外国投資をフランス、イギリス、ドイツ、ベルギーの順に100万ルーブル単位で記す。1890年は61.4、29.8、68.8、17.1であった。それが1900年に210.1、102.8、 197.4、197. 220.1となった。この1900年、ロシアの銀行の総資本に占める外資の割合は28.3%に達していた。それから第一次世界大戦勃発まで、フランスからの国別対外投資額はロシアが断然、主位であって、2から4位のスペイン、オーストリア、オスマン帝国への3、過酷投資額合計が1902でロシアを少し超えていたのが、 1914年はわずかに届かなくなった。1890年から1912年の統計によると、フランスは公共化のロシアには民間投資をし、不協化のロシアには一層の巨額を交際に投じた。普段に投下された資本は、ロシア革命で回収が問題となって、シベリア出兵に発展した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。